こんにちは、かやもりです。今日は外で撮ってます。このインターネットのこの大戦場に自分が持ってるフル装備で撮影したらどんなもんになるかっていうのを、はい、ちょっと外散歩しながら実験したいと思います。これが持ってるカメラはキヤノン G7X Mark II で、マイクはこれオーディオレコーダーで別撮りで撮影してます。アスカム DR5 とピンマイクはボーヤンだったかな、なんかアマゾンで10ドルぐらいで買った一番安いやつ。そして家に帰ったらファイナルカットプロ10を使ってるので無料試しのね、なんでそれを使って編集してみたいと思います。散歩動画と実験動画のミックスです。ということで今タスカム DR5 と G7X Mark II で別撮りをしながら撮ってます。今ピンマイクが私の胸元にあるんですけども、それとこの画像の写りはどうですかね。今この森林の写りと、まあ、この道路、車が来てる、今一緒に近所散歩してます。マイクはどうでしょうか。あとこのカメラの手ぶれね、これまあ気を使いながら撮ってるんですけど、まあもしかしたら結構揺れてるかもわからないですね。ちょっとね風が強くて風切り音が入るかもしれないんですけど、ちょっと風邪ジャムを持ってないので、あの普通のマイクの周りについてるモフモフみたいなやつしかついてないですけど、このカメラとタスカムのオーディオレコーダー、それとこの10ドルマイクで今撮影してます。どんな写りになるか楽しみです。この辺は綺麗ですね。いや綺麗だな、うん。まあ、結構足場悪いですね。どうでしょうか。ここ夏になるとプールで開放されるんですけど、あ、ここでいいな、ここ撮ったら良さそうだな。結構距離あるんですけどピンマイクがあるんで音は拾えてると思うんですよね。いやいいな、ここ誰もいないし。はい、まあ、こういう感じですね。この2020年にこの YouTube の大戦場でこの装備でやっていけるんでしょうか。